こんにちは、りょうこばばです。今回ですね、ヘアバンドを作ろうと思ってこんな感じで編んでるんですけどね、もうこれは編み上がった状態なんですよね。それで、あとね、この両端を合わせて縫って出来上がりなんですけども、まあ動画にはね、ちょっと今回もね、動画にする時間もなかったし、もうあえてね、出来上がりをこうお見せしてるんですけども、図的にはですね、ニットなので伸びるじゃないですか。だからあんまりこう幅広く編んでも緩くなってね、使えないし、まあね、きつすぎてもダメなんですけど、だいたい50センチ幅で使えるようにしてるんですよね。で、長さがだいたい50センチ、そしてこう合わせて縫い付ける縫い代分がいるので、それをちょっと1センチずつ足して編んで52センチぐらいの長さに編んでるんですよね。で、編み上がった後にアイロン仕上げをして、だいたいの長さと幅をね、ピンで折ってアイロン仕上げしてるんですけども、まあ、50センチの長さで 1,2,3,4 箇所ケーブル編みみたいな感じで、4箇所は 1,2,3,4 箇所はこう交差で編んでるんですよね。で、目数が24目、目数が24目で、両端4目ずつが、両端のこの4目ずつですね、両端4目ずつをかのこ編みにしています。で、中の16目をメリヤス編みで編んで、だいたい10センチぐらい間隔で交差して、16目なので8目と8目をね、交差してるんですよね。だから8目なのでちょっと交差しづらかったんですけども、ギリギリ交差して編めたので、こんな感じで仕上がりました。これをね、今から合わせて縫まつるというか、縫ってね、仕上げようかなと思います。ちなみにですね、糸は海外サイトで買っていた、もうこの字見たらわかると思うんですけど、これ中国製と思うんですよね。テムで買ってたんですけど、こんな感じで糸自体は柔らかい感じですね。だいたい100グラムありますよね。まあ中国語なのでちょっとわからないんですけど、 95% が羊毛かな、ちょっとわかりません。こんな感じで100グラムのだいたい波太ぐらいの糸ですね、これを使って編みました。で、今からこう合わせて閉じ手輪にしようかなと思います。合わせてこう縫い付けるんですけども、それもこうねじったみたいに仕上がるようにしようかなと思ってるんですよね。で、こんな感じで表の方をね、2つ並べてこう半分に、中表っていうのかな、こう折りますよね。で、こちらもこう合わせて、半分ずつをこう合わせて、こんな感じで折りたたんで縫い付けようかなと思います。3箇所ですね、ピンをこんな感じで打ちました。これ4枚ね、端々が4枚こう綺麗にね、重なっています。今からこれをね、こう祀っていこうかなと思います。今から縫い付けていきますね。まあ、ザクザク、
橋まで行ったらもう一回こうこっちからまた戻ろうかなと思います。こんな感じで往復して縫いましたね。と表に返してみたいと思います。こんな感じですね。こんな感じでねじれて、縫い付けてきました。これをね頭の前前の方に持っていってヘアバンドにしようかなと思います。ちょっとですね、持ってるねマネキンにちょっと あのかぶせるというか当ててみました。こんな感じで出来上がったんですけど、ちょうど縫ったところね、縫ったところここがちょうど前の方にね、頭の上の方に来るようにつけています。あとはこんな感じですね。こんな感じですね。で、このマネキンがね、55センチぐらいの頭周りなんですよね。で、このヘアバンドの仕上がりのサイズがだいたい50センチ伸びるのでピタッとねちょうどよくなるんじゃないかなと思います。こんな感じで今回はね編み方じゃなかったんですけども両端をカノコ編みにして中をね中の目数を半分こう交差して仕上げました。まあね動画にしたかったんですけどちょっとね家庭の事情でなかなか動画がね最近撮れないのでちょっと仕上げて縫うところだけねしたんですけどこんな感じに仕上がりました。またね今回動画にできる時は何かしらまた違うね作品で動画に撮りたいと思います。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。